ごちゃごちゃしているのは気にしないでくださいね。今何か飛んだよ。油かな。肉すでに食欲そそられる。じっくり焼いていきます。ごちゃごちゃ、エプロンで隠しました。人参追加しました。さらにひっくり返し、じっくり焼いていきます。豆苗追加しました。豆苗をしならせる程度に焼き上げ、鹿下がりのステーキ、少しの野菜とともに完成です。最後までご視聴くださりありがとうございます。